J リーグからのオファーはありましたが、正式なオファーはないですね。多分僕がこれだけ J リーグに戻らないって言ってたら、僕にオファー出すのもアホらしいって思う部分はあるかもしれないです。もしくは僕が単純に必要とされてないかの、どっちかかなと思います。